韓国人は受け身系に弱い。私が日本に来て日本語学校に通っていた時のこと。日本語は韓国語と文法も語順もほとんど同じで、違和感がないために韓国人にとっては早く習得することのできる言語である。そのため他の外国人のような苦労がなく、初めのうちはスイスイと進む。そこで韓国人は自分たちは外国人より頭がいいんだと思うことにもなる。私もそう思ったものである。しかし何ヶ月か経って大きな壁にぶつかった。教師のさまざまな質問に生徒たちが答えるのだが、14人の外国人留学生の中でただ一人の韓国人である私だけがどうもうまく答えられていないのだ。それは受け身系の使い方の授業だった。それまで成績の良かった私のテストの点数がぐっと下降し始めてもいた。教師からはもっと自宅で勉強してくるようにと言われるのだが、自分では十分にしてきているつもりなのだった。そしてだんだんと教室で教師の言うことを理解することが難しくなっていった。そんな状態が続いて次第に学校に行くことが嫌になってしまった。私はしばらく学校休み、受け身系が終わってまた学校に行き始めた。難しいからと私は受け身系をパスしてしまったのである。そのため受け身系の日本語をものにするまでに大変な苦労をすることになってしまったのだった。例えばテレビを見ればあなたにまでそう思われるとつらいと言って夫婦喧嘩をしている、またそう言われると嬉しいと友達が喜んでいる、こういう言い方は韓国語ではしない。日本語ではほとんどの動詞に受け身系を作れるが、韓国語ではほとんどの動詞が文法的に受け身を作ることはしないのだ。そのため韓国人には受け身系の習得がことのほか難関となっているのである。